ゃった。でもなんか、昔に戻ろうみたいな感じなんじゃないですかこれ。でもすごい数ですよね。バージョンアップなんですか。人魚すごいバージョンアップしましたね。なんか今日衣装を見た時に何一つとして普通のものがなくて、そうそう、普通の顔していいのか分かんなくなって、どういうポーズしたらいいんだっけっていうのを忘れました。もうすごい楽しかったですね今日。スタッフさんもみんな いつも通りの人だから。足が髪のようにひどい。え、あー、ロリ細。高橋さん一言ね、ロリ細かな。マジじゃん、もっと考えて。あの、振るタイミングが変でしょ。これ楽しみだな、出来上がりが。でも私人魚見たいですね。最後に撮ったあのラバーのやつもちょっと気になるな。あれすごいつけられるって怖いです。ここがこうギュってこう締められてるとなんか自由が効かないって感じがする。全部で最初から不思議だったもん。あとピンクね、ピンクのウィッグね、これ似合ってるのかなってずっと思いながら最後まで。ほんと15、6歳の時から多分撮っていただいてるんですけど、かれこれ10年分ぐらいのものをあのまあ厳選してやっていただいたと思うので、かなり内容が濃かったなって。衣装をやってくださったさがちゃんはもう本当に私のこと何でも分かってくれてるんで、ロリ細、ロリ細、ロリ細、これ大丈夫っていうのも来たらぴったりになったり、なんかもう本当集大成って感じですね。